ファイナーズです。今回は来年1月1日に発売されるシティのセットの中から消防レスキュー系のセットを見ていこうと思います。全部で7セットですね。まずは60318の出動消防ヘリコプターです。パーツ数は53個、価格は1180円になってます。でこれ4プラスのセットになってますね。シティは前ね、スターターセットというのがありましたけど、今後はそのスターターセットの位置づけにこの4プラスのセットが来るというような感じなのかもしれないですね。まあ、ただこれ旧レゴジュニア系のセットなので、パーツが結構ね大きめのやつが入ってますよね。まあ、この辺がね、人によって好き嫌いが分かれるところかなと思いますね。イメージとしては多分ホットドッグ屋さんでしょうね。でソーセージ真っ黒になってますんで、真っ黒になるまで焼いてたらそのまま火事になってしまったというようなところですかね。もう消防ヘリまで来たら本当に大事ですよねこれ。それとヘリのパイロットですけど、これヘルメットにバイザーがついてないんですよね。これ珍しいなと思いました。次に60319の出動消防レスキュー&ポリスチェイスです。パーツ数が295個で価格は4280円ですね。でこれ前回紹介したポリスの新しいディスクシューターの弾パーツがこれにもついてるみたいですね。おそらくこれはクリアパーツだと思いますんで、まあ、今後こんな感じで新しい弾パーツがどんどん追加されるんだとすると楽しみですよね。でこのセットについてる消防トラックと泥棒の車、これねどっちもすごくかっこいいんじゃないかなと思います。消防トラックの方はこれピックアップ型になってますんで、前回紹介した司令本部ですよね、ポリストラック司令本部、あれのトレーラーをもしかしたら引けるかもしれないですね。これはねやってみたいなと思います。それから使われてるこの黄色のパーツなんですけど、これもポリスに使われてたものと多分同じですよね。やっぱりこうやって見ると少し蛍光がかったような色になってると思いますんで、明らかに今まであったポイントカラーのね、黄色とは違う色になってるかなと思いますね。それとまあこれ泥棒の車だと思うんですけど、カラーリングがね今までの泥棒の車とはちょっと違ってますよね。これ個人的にはすごくいいなと思いました。で形がカクカクしてますんで、これも前回紹介したカクカクしたポリスカーありましたよね。あれにちょっと似てるのかなとなんとなくですけど思いました。ライトの形状とかはね違いますけど、まあ、雰囲気似てるんじゃないかなと思いますね。これも2台並べて比べてみたいですね。それから消防士のヘルメット、かっこいいのがついてますよね。カラーリングはこれポイントカラーの黄色ですかね。あれと同じ色かなと思います。まあ、結構ね派手なヘルメットじゃないかなと思います。でこれ猫がついてます。これは可愛い。続いて60321の消防訓練です。これ訓練の場面なんですね。パーツは766個で、価格が 12,980 円、結構いってますね。でこのセットですけど、なんとなく以前にあった60216、消防隊の大きなセットありましたけど、あれに似てませんかね。いかがでしょうか。大きなはしご車がついてて、あれは確かポンプ式でねビッて出てくるやつでしたけど、これはスプリングローディドシューターになってて、まあそのあたりの違いはあるんですけど、建物の中のこの炎パーツをね、消して落として、消火遊びをするというような感じのセットでしたよね。そこはすごく似てるんじゃないかなと思います。でここにも新しい弾パーツのディスクシューターついてますね。何かな、トップシークレットソースかなどんなソースなんでしょうね。ちょっと気になりますけど、これはクリアパーツではなさそうなんで、普通になんかアイスクリームのパーツと同じような感じなのかなと思いますね。でこれ消火ギミックの説明載ってますね。やっぱりスプリングローディドシューターで、消火遊びができるということで、倒れるのかなと思ったら、多分ですけどこうくるっとね、動くタイプみたいですね。で戻すことができると。でどうやって戻すんでしょうね。ちょっとわからないんです。なるほど。これ上のやつを回すと一気に戻る。うわすごい。これへえ、これは面白そうですね。これは何でしょうね。これはなるほど、サーディンファクトリーなんで、イワシ缶ですかね。イワシが入った缶詰でしょうね。それを大きなこの缶詰を回すと一気に
気に炎が元の位置に戻ってくると、いやーこれは面白そう、楽しみですね。これそれとはしご車ですけど結構大きいですね。でなかなかかっこいいんじゃないかなと思います。あのフロントグリルのところとかはね、あの力強い感じがしていいですよね。で後ろに多分これ水タンクみたいななんかクリアパーツがね出てますんで、多分そうじゃないかなと思います。あの装備も充実してますんで、これスプリングローディドシューターが上についてて、ここにもなんかありますね、これね。スタッドシューターかな、多分そんな感じのがついてるみたいなんでいいですよね。で、これ水タンクにもシューターついてました。これはすごいですね。今見ただけでもシューターが4つと、さらに、消火遊びもできますんで、このセットは相当ギミック充実してると思います。それと多分これ消防指揮車じゃないかなと思うんですけど、これかっこいいですね。スポーツカータイプになってますね。さらに消防バイクもついてるということで、なかなかいい車両ついてますよね。それからこのセット、なんと猫が3匹もついてるということで、白猫かわいいですよね。ポリスのセットでは、リスがね、ついてましたけど、こっちの消防犬のセットでは、猫がついてるみたいですね。いやー、かわいいですね。あと、一番右端のミニフィグの装備、これかっこいいですよね。いろんなシチュエーションに使えそうなんで、これはなかなかいいのがついてるんじゃないかなと思います。ごめんなさい、一つ飛ばしました。60320の消防署ですね。パーツ数は540個で、価格は8280円ということで、で、画像がね、これしかないんですけど、このセット60215の消防署にかなり似てますね。さっきの60321もそうだったんですけど、おそらくこれは何かこう意識して、似せてるのかなという感じが個人的にはしますね。で、これには消防ヘリコプターがついてるみたいなんですけど、これかっこいいなと思いました。デザインもいいですし、カラーリングもいいんじゃないかなと思います。で、サイドに、新しい、ディスクシューターがついてるということで、これも楽しみですよね。で、もう一つ、こっちの消防車にはスプリングローディドシューターがついてるみたいなんで、これは、今回のセット、どれも、シューター系がね、かなり充実してるような気がしますね。これ、前回紹介した60317の銀行なんですけど、この扉が砲立てのない両開きじゃないですかとコメントいただいたんですよね。ありがとうございました。で、多分、この扉もそうじゃないかなと思うんですよね。で、この砲立てのない両開きの扉って、このチャンネルではもう昔から欲しい欲しいとね、ちょこ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 言ってたんですけど、見ていただいてたのかな、ちょっとよくわかりませんけど、もしね、これがその形の扉なんであれば、これは嬉しいですね。早く見たいなと思います。続いて60328のライフガード本部です。消防レスキューに入れようかどうか迷ったんですけど、一応、消防レスキューという形で紹介したいと思います。パーツ数が211個で価格が4280円。あ、これロードプレートついてるんですね。車両は普通のバギーっていう感じかなと思います。で、このセットではアイスクリームの格好をしたミニフィグが手に入るんですね。これいいですよね。ポリスのセットでもありましたけど、あれは色がもうまさにこんな感じで、水色と、ピンクだったんで、被らずに、手に入れることができるっていうのはなかなかいいんじゃないかなと思います。あと、このセット、なんと、ウミガメついてるんですね。これは嬉しいですね。カニはね、よく見かけますけど、ウミガメはこれ多分新パーツだと思いますんで、なかなか貴重じゃないかなと思います。続いて、60330のレゴシティの病院です。パーツ数が816個で価格が12980円ということで、これロードプレートがついてるんですね。まあ、価格帯的にはまあそんなところかなというところですかね。で、今までだったら病院は赤と白でしたけど、これポイントカラーで、水色が入ってるんですね。ポイントカラー好きですね。で、おそらくこの車両は救急車だと思いますね。まあ、ただカラーリングは相当珍しいですよね。まあ、あんまり救急車という感じはしないかなと思います。でも、これ形としては結構ね、かっこいいかなと個人的には思いました。で、このセットにもリスがいるんですね。かわいいですよね。まあ、なぜリスなのかちょっとよくわからないんですけど、まあでもね、ついてるのはいいんじゃないかなと思います。で、ピエロがいるのか。ピエロね、ちょっと怖いんで、僕はいらないんですけどね。あ、あとこれ、これも砲立てのない両開きじゃないですかね。わー、楽しみだな、これ。
このドアはすごくそれっぽいドアになってますよね。それとまあ CT なのか MRI なのか、そんな感じだと思いますけど、まあかなりね、ハイテクな感じのする病院だなと思います。それからレスキューヘリがついてます。まあこれもカラーリングはね珍しいんですけど、これカラーリングだけではなくて形も結構珍しいですね。これは見てみたいですね早く。そしてミニフィグは全部で12体ついてて、さらにまあ担架とか車椅子、ギプスパーツにバッグ、注射器、デッキブラシ、マウンテンバイクということで、アイテム類も相当充実してるんじゃないかなと思いますね。最後は60343のレスキューヘリコプター輸送トラックです。パーツ数は215個で、価格は4280円ということで、ヘリコプターと輸送トラックのこの組み合わせですよね。まあ、よくあるタイプのセットかなと思います。ただ、このヘリコプターですよね。さっきの病院のヘリコプターとか、救急車とね、同じようなカラーリングになってますよね。で、トレーラーの感じが、まあ、かなり簡易的な、骨組みをベースにしたという感じに見えますよね。パーツ数が215個のセットなので、まあ、この辺でかなり削ったのかなというのはあるんですけど、まあ、でもこれはこれでなかなかいいんじゃないかなと個人的に思いました。で、ヘリコプターの方も、中は結構広い空洞になってるかもしれないですね、この感じだと。なので、やっぱりこれもパーツ数かなり抑えてるんじゃないかなと思います。で、フロントのこのパーツですよね。ポリスヘリコプターでもそうでしたけど、この感じだと、多分これは新パーツじゃないかなと思いますね。はい、いかがでしたでしょうか。消防レスキュー系ということで7セット、簡単にね、見ていきましたけど、まあ、前回のポリス系のセットでもそうだったんですけど、今回かなり今、シューター系のギミックが充実してますんで、まあ、相当遊べるんじゃないかなと思いますね。で、アイテム類も面白いのが結構ね、ついてますんで、まあ、そういう意味ではなかなかいいセットが揃ってるんじゃないかなと思いました。以上、来年1月1日発売予定のレゴシティの消防レスキューのセット、7セットを紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。